正直、翔平に欠けているのは。1981年以来、43年ぶりに実現するドジャースとヤンキースのワールドシリーズ頂上決戦を前に、米国内は大きな盛り上がりを見せています。ですが、それは名門同士の対決というだけではなく、大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手という両リーグのスターであり、本塁打王同士の対決への期待感の表れでもあります。そんな大谷選手について、ドジャースとヤンキース両軍で監督経験があり、松井秀喜氏も指導していた名将、城桃李氏が語った本音が大きな話題となっています。松井氏との違いについても言及した桃李氏は、一体何を語ったのでしょうか。今回も大谷選手についての海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。名将桃李が大谷に本音。81年以来43年ぶりに実現するドジャース VS ヤンキースのワールドシリーズを前に、両軍で監督経験がある城桃李氏がスポニチの取材に応じ、大谷選手を絶賛する一方で、愛弟子である松井氏と大谷選手の違いについても言及しました。全米が大注目の頂上決戦まではあと4日。過去には幾度となく世界一を争った大人気老舗球団同士の対決ですが、ワールドシリーズでの対決は実に43年ぶり。それだけでも全米が沸き立つのも納得のマッチアップですが、その中でも注目の的となっているのは、ナ・リーグ本塁打王の大谷選手と、ア・リーグ本塁打王のジャッジ選手の対決です。50本塁打以上のワールドシリーズでの対戦は史上初。両リーグ本塁打王の対決も、1956年のミッキー・マントル氏とデューク・スナイダー氏以来の68年ぶり6度目で、所属チームの顔合わせも同じという因縁ともいえる対決。1956年は野軍が4勝3敗で制しました。桃李氏が、多くの野球ファンにとって夢のようなシリーズになる。私が子供の頃はこの2チームがよくワールドシリーズで対戦していた。と語るように、土軍の移転前のブルックリン時代の40年代から50年代に2チームの対戦は集中しており、地元出身の桃李少年を夢中にさせていました。ちなみに過去11度の対戦は、ヤンキースが8度の制覇で勝ち越しています。そんな過去を懐かしんだ84歳の名将は、今季の大谷選手からかつてない衝撃を受けたといいます。桃李氏は、毎年とてつもないが、私の人生で見たことない活躍だ。パワーだけでなく59盗塁もするスピード、その上でピッチャーとしてまで抜群で、5ツールプレイヤーの概念をも超越した存在となった。と、長年の野球人生でも見たことがない活躍だと大絶賛しました。桃李氏は、ヤンキースで12年、ドジャースで3年監督を務め、日本選手も多く指揮しましたが、中でも特別な存在だったのがヤンキース時代の松井氏。今季、大谷選手は松井氏の通算175本塁打や、シーズン116打点など、多くの日本選手記録を塗り替えましたが、桃李氏は、素晴らしいことだ。チームへの献身的姿勢と常にハードにプレーする姿には松井と共通点があると思う。松井は4年目に怪我するまで全試合出場を継続した。どんなサインでも出してくれて構わないと言って起用法も厭わなかった。大谷同様、松井も私にとってはスーパースターだった。と、2人の共通点に触れつつ教え子を称えました。そんな桃李氏の存在は松井氏にとっても特別なものでした。1年目の5月頃、全く打てない時期があり、新聞は松井を外せと大合唱を始め、スタインブレナーオーナーも、あんな選手になぜ大金を払ったのかと悔やんでいると報じたほど、松井氏は孤立していました。ですが、当時監督だった桃李氏だけは松井氏を信頼し、メンバーから外そうとはしませんでした。そして、桃李氏の言葉が松井氏を復活に導きました。ある時、遠征先のホテルで松井氏を部屋に呼んだ桃李氏は、いいんだ、打てなくても気にするな。お前の素晴らしい守備でうちはいつも助けられているじゃないか。進塁打などはチーム打撃でも立派に貢献しているよ。この言葉に勇気づけられた松井氏に、桃李氏はさらに、打席で半歩ベース寄りに立ってみることだ。きっといい結果が出るぞ、とアドバイスを送ります。すると、それまでの不振が嘘のように、翌日の試合から松井氏は打ちまくりました。松井氏も、魔法のような言葉だった。桃李が監督でよかった。
と語っており、大きな信頼を寄せていました。このように松井氏と強力な師弟関係で結ばれている通氏ですが、大谷選手と松井氏について最大の違いを次のように語りました。松井の素晴らしさを示す勲章があるとすれば、2009年に彼が受賞したワールドシリーズの MVP だ。いかに優れたプレイヤーかを示していた。そして大谷選手に対し、大谷はすでに個人で最高の選手であることを示しているが、まだ世界一の称号を手にしていない。このワールドシリーズでその力を遺憾なく発揮し、チャンピオンになることでさらに完璧な存在になるだろうと、大谷選手に唯一欠けているのは世界一の称号だけだと指摘しました。松井氏は優勝を決めた第6戦での6打点など打率6割1分5厘3本塁打の大活躍でヤンキースに世界一をもたらしました。ヤンキースのワールドシリーズ進出はその時以来、様々な記録を塗り替えた大谷選手でも唯一届いていないのがワールドチャンピオンであり、チームをその座に導いた者だけが手にできるワールドシリーズ MVP という最高の勲章です。通氏は大谷選手にもこの勲章を期待しているようです。さらに、 MLB にとって大谷の重要度は 100% だ。現在メジャーで最もエキサイティングな選手、そんな選手が米国でプレーすることに誇りすら感じる。メジャーリーグ機構の副会長として野球の国際化に尽力した経験もある通氏らしく、メジャーの顔としての活躍にも期待の声を上げています。伝説のシーズンを締めくくる大谷選手の大活躍とチャンピオンリングの獲得、頂上対決でも無双の活躍を期待せずにはいられません。ネット上では、松井のワールドシリーズ MVP をリアルタイムで見た世代ですが、相手投手のペドロ・マルティネスが信じられないという顔をしてたのが今でも目に焼き付いています。世界中に衝撃が走った日でした。テレビの前の私も信じられないほどエキサイティングな画面に引き込まれました。あの興奮をまた味わえる可能性があるのが嬉しいですね。ドジャースの試合は後半戦最後の方は日替わりヒーローが出て、層の厚さを改めて知らされました。ワールドシリーズでもチーム一丸でヤンキースを倒してほしいです。通監督は本当に松井さんの野球への姿勢を高く評価して、そのメンタリティをよく理解してくれていたと感じてました。だからこそ同様に大谷さんのことも理解されていると思います。松井さんと大谷さんに共通するのは野球への真摯な姿勢と個人よりチームの勝利を希求する態度でしょうから、と通監督の言葉に様々な意見が上がっていました。そんな今回のワールドシリーズへの注目度は例年を大きく上回っているようです。運命的なライバル対決に全米が大注目。因縁の名門球団対決、本塁打王対決など話題に欠かない今回のワールドシリーズ。ベースポーツ専門メディアジアスレチックは、ヤンキース対ドジャース、お楽しみ満載の壮大なワールドシリーズに備えようとの見出しでジェイソン・スターク記者の署名記事を掲載しました。記事ではまずロバーツ監督の言葉を紹介。大前提として私は野球ファンだ。そして世界最大の市場規模を持つ2つのチーム、野球界で最高かつ最も輝かしいスターたちが同じフィールド、最大の舞台で戦うというのなら、熱中しない野球ファン、スポーツファンがいるのだろうか。だからドジャース球団、ヤンキース球団、スポーツファンにとってこれは誰もが望んでいたことだと思うと、今回の対決が最高のカードだと称しました。さらに大谷選手の同僚であるマックス・マンシー選手は、君たちは2つの一流のチーム、スポーツ界最大のスターたちを抱える2つのチームについて話しているだけだと思うと発言。最大のスターたち、我々のチームにはショウヘイ、フレディ、ムーキーがいる。彼らにはジャッジ、ジャンカルロ、ソトがいるんだと、そうそうたる面々による戦いであることを強調しました。その上で、君たちは野球界最大のスターについて話している。そして今彼らは最大の舞台でプレーしようとしている。ファンとしてこれはどれだけ特別なことなんだろうね。信じられないよと、自身も選手でありながらファン目線で楽しみであると見解を示しました。監督や選手ですら楽しみで仕方がないワールドシリーズですが、米国内の盛り上がりに比例するかのように
観戦チケットは驚きの価格に達しているようです。名門対決のチケット価格が限界突破。名門同士の頂上決戦を前に、現在大きな話題となっているのがチケットの価格です。ドジャースの地元紙ロサンゼルスタイムズは、米人気歌手の名前を引き合いに出し、対ヤンキースのワールドシリーズチケットがテイラー・スウィフト級にと報道しています。ドジャースがワールドシリーズ進出を決め、翌日の月曜に再販価格が高騰したと同紙が伝えるように、球団公式サイトから購入できるチケットはすでに完売。ドジャース VS ヤンキースのワールドシリーズチケット2枚に約$2,500を覚悟しなければならないと見出しが打たれています。さらに同紙は、史上最も名高く米国で最も人口の多い2都市の対決だと注目度の高さを強調。また記事内ではチケット再販サイトスタブハブの価格が紹介されており、月曜の午後時点で第一戦の最低価格が$1,326、日曜の夜から 23% 上昇したと記述。ドジャースタジアムで最大4試合が行われますが、その最低価格は$1,268、別のサイトビビッドシーツでは$1,202となっているようです。それでも記事の終盤では、ドジャースタジアムのチケット価格が比較的お買い得だと指摘。敵地で開催される第3戦のチケットがさらに高額なものとなっており、ビビッドシーツでヤンキースタジアムの最低価格は$1,536だった。これは座席の価格ではない、立ち見席のチケットだとも報じられています。これはあくまで最低価格帯であり、第1戦のバックネット裏のチケットは高いものでは1席$47,438、日本円で約716万円するものまであるというのだから驚きです。物価が違うとは言っても、あまりにも日本人の感覚とはかけ離れた値段。それほど価値があると同時に、米国ではお祭りのような行事となっているようです。そんな中、ドジャース一筋で日本人選手を長年陰で支え続けてきたトレーナーが、大谷選手らへの本音や裏事情を明かしました。大谷と山本を支えるドジャースの日本人トレーナー、ドジャース一筋で選手を支えている日本人スタッフの中島陽介アシスタントアスレチックトレーナー、今季でメジャー10年目となり、10年間のマイナー生活なども含めると実に20年以上をドジャースで過ごしてきました。今季はシカゴ遠征中の祝勝会で主役となるなど、4年ぶりの世界一まであと一歩に迫るチームを陰ながら支えています。中島トレーナーの1日は長く、午後7時10分開始の試合なら球場入りは正午頃、帰る頃には日付が変わっていることも珍しくないといいます。上昇軍団の中で一体どのような役割を担っているのでしょうか。中島さんは、トレーナーといっても治療は仕事の 10% ぐらいで、例えば FA の選手のことを調べたり、スパイクを直したり、爪が割れたらどうすればいいとか、そういうのも全部ですとトレーナーの多忙ぶりを披露しました。大学卒業後に本場の野球を学ぶために渡米し、カリフォルニア州立大ロングビーチ校の野球部を手伝いながら、アスレチックトレーナーの勉強に励んだ中島さん。大学院生の時、メジャー30球団がインターンシップ生を募集していた時に、全ての球団に手紙を送り、唯一返事があったのがドジャースだったそうです。2003年から計2度のインターン研修や、2005年から10年間のマイナー生活を経て、2015年に MLB 昇格を果たしました。カーショーだって下の時から知ってるし、トレーナーが一人しかいなかったから、タイムマネジメントとか救急で誰かが倒れた時とか、そういう技術はつきましたね。そういう意味で何かあった時に重宝されてるかもしれないですね。としみじみと語る中島さんが大きな話題を呼んだのが、今年4月に遠征先のシカゴカルビで開かれた祝勝会でした。2人合わせて総額$10,250,000の大谷選手や山本投手に焼肉を振る舞い、メジャー初勝利を挙げたばかりの山本投手は感謝しきりだったといいます。すでに今季3度行われたシャンパンファイトでは、大谷選手らと美酒に酔う姿も見られました。もちろんカーショー投手ら日本人以外の選手からも信頼は厚い中島さんですが、トレーナーという肩書きですけど、球団から何かしてくれと言ったら全部やる、何でもやる、サインを盗んだりとかはしないですけどね、と
皮肉たっぷりな冗談も交えつつ球団への思いを語りました。このような方がいることは日本人選手にとって大きな心の支えになりそうですね。ネット上では2人も日本人のトレーナーがいると心強いでしょうね。以前にもこの方を紹介してることがあったけど、ドジャースのみんなからも信頼されていることがよく分かりました。まさに縁の下の力持ち。アイアトンさんも本来の業務があるのに緊急で大谷選手の通訳を務めてくれたり、裏方さんの万能さも強みの一つなのかもしれませんね。優勝決めた後、スタッフも全員グラウンドに出て喜んでた中に日本人がいて、どんな人なのかなと思ってたら、こんなに長くドジャースに尽くしてた日本人がいたのですね。素晴らしい。と、中島さんに称賛の声が並びました。26日のワールドシリーズ第1戦を前に、期待感が徐々に高まっていますが、大谷選手は途方もないほどの期待に応え、チームを優勝に導くことはできるのでしょうか。今後の活躍からも目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。